退をしたいと話をしていたのは井上、私が井上の壁になる、そう答えたのはドネアでした。そしてこの注目の第1ラウンド、さあ今ドネアが鳴り響きました。 WBSF バンタム級の決勝戦です。井上はどちらかで、おっと左のジャブ、前のキーポイントをジャブと上げていましたが、ここは左ストレートボディへ、今度は左、そんな趣旨のコメントを試合で話していました。今度は右だ、しかしそれを左、5回戦、右の5回戦、あっドネアだ、ドネアがガードの頭に左ボディ、井上の左、ドネアの左が出る、井上の方が凌駕していると思う。バンタムまで戻してすると、はい、ジャブではなく左がすごいというぐらいのすごいパンチらしいもんね。あのジャブがもっともっと当たれば早いでしょう、ね、左の方から右です。あとこのドネアの左側のコンディションも山田さん良さそうですかね。そうですね、また井上の選手もドネア、ドネア左ボディだ、見極めようとしていますね。そうですね、右の一番望んでいた決勝の相手と戦えることになった、そう話をしていましたが、ここは左を捉えたのは一瞬早く井上尚弥の方でしたが、そうです、さっきのフックを打ち合って右のボディだ、タイミングが分かってきてるでしょうからね、はい、まあ、自分の方が早かったというね、お互いことなんですけどね、はい、左から右のフック、左フック、ドネアの左が返ってきた、井上の左フックが、右から左だ、当たる距離で出してきましたね、一瞬これが強めてきましたね、はい、ポジション森さん、はい、そのドネアサイドですけれども、セコンドはですね、序盤から攻めてくるのはもう分かってるんだろう、はい、ですから大きいのを待つのではなくて、という鈴木アナウンサーのリポートですが、またあの左肩下げて、左だ、長いジャブだ、左だ、しかしドネアも左、左服を返していった、いやドネアの左だ、パンチでちょっとカットしましたね、これ有効なんですよ、バッティングでもないと思います、ただ右の目から出血が見られます、おそらく有効だ、左から右のフック、リングサイドには香川照之さんがいらっしゃいますが、香川さん、はい、井上が初めてカットしました。まあ予想がどれぐらいの深さが気になりますね、あのそれ次第で戦い方変えなきゃ、もこの試合の見どころになってくると思います、はい、井上有効打にあるバッターというふうにアナウンスメントがありました。ですから止まった側がドネアの手繰りから乗っかるということになります、まあ、右の飛行機振り回さなかったんで、少しこう焦りましたね、さっきのラウンドは、はい、アマチュア時代から通して顔に傷を負った、ただこのラウンドはまだ少しいつも通りの井上選手に戻って冷静に戦ってます、はい、という立本アナウンサーのリポートです。ですから山田さん、確かに右のガードの意識は高いですね、はい、そうですね、それはもう陣営からしっかりと、またあのカットさせたパンチというのはもうすごく溜めて、はい、一時は少しあの負けも込んで限界点も支えられ始めたドネアなんですが、そうですね、ここまでプレスをかけてこういう展開に持っていけると思ってなかったですね。いやちょっとこれ井上尚弥がプレッシャーを受けています。森さん、左ボディ、はい、どうぞ。ドネアサイドですけれども、あのボディへのフェイントを含めて賢く動くようにという指示が出てますね、はい、相手はカットしているけれども油断しないようにという指示です。十分に生かした戦い方を僕はしているまでの集大成をこの試合で出しているように見えます、はい、まあ、ドネアの序盤から戦いはいるんでしょうか。そうですね、冷静なんで少しは まだいつも通りほどまではいかないように見えますよね、はい、まあ、今のどうしようかっていうのを考えてるんですかね。鼻からもどうやら少ないようですが出血があるようです。珍しいですね、今までクリーンヒットをほぼもらったことがないという井上、まあ、鼻血、ドネア必殺の左、あの左ジャブを差し返します井上です。おっとドネアがまず狙ってみたい、勝負で入りました井上。このラウンド井上選手狙ってるのかな、ちょっと手数が少ないなと思います。そうですか、ここは左の井上尚弥サイドですけれども、井上慎吾トレーナー、左コツコツ当てて倒して組み立てていこうというそんなシーンですね。という井上を指導するお父さんの慎吾トレーナー、これだけの大観衆なんでね、プレッシャーを感じない方できました。井上史上最大のピンチ、やはり最大の強敵のみとどめ憧れて、井上は10代の頃からこのドネアのボクシングを吸収してきました。今下に打ちましたけど、はいはい、右のストレート伸びてくる、これは選手も非常にこう余裕が出るので、見てて僕は安心しますけどね。そうですか、右のアッパーから左フックだ、井上も当たるのかっていうのは、本当に分かってきた。ドネアです、左のジャブが伸びてくるのはドネア、そして右のストレートでリングに上がるそうです。特に、左フック並びに右ストレート当てようとしている、もう本当に前の4ラウンド素晴らしいラウンドです。お互いチャレンジさせ合って、はい、もう本当に最強を決める戦いです。右のストレート井上尚弥、左、しかし左のボタンとしたらこの試合はオープンスコアはないんですが、長谷川さんどう見てますか。山中さんはどうご覧になってますか。いやほぼ互角じゃないですかね、はい、右のストレートしました、ただ先ほどのラウンドから井上君も、
きなりアッパーを出したり、はい、ストレーに対してどういうパンチが当たるかっていうのは徐々に把握している感じはしますけどね、はい、ちょっとこれ左ジャブが当たり始めます。ラウンドこれまでも使ってきたこの左のジャブですが、井上の左の方が伸び始めてきたようなそんな印象があります。右の大振り止め、まあ、この激しい中にも、すごい右のストレート駆け引きがありますから、そうですね、打ち合いだけがボクシングじゃなくてやっぱこういう技術だと思います。井上はまだ自分の強さの底が分からないという話をしていました。それは崩したところに見事なカウンターを入れましたね、はい、の悪い状況でも井上選手のやっぱり底力っていうのをあの一発で見た気がします。村田しかしこのラウンド仕掛けです奪えるかノックアウト第5ラウンドが終了しました。距離感が今変わっているので注意するようにというふうに指示を出しています。井上のパンチが当たる距離とドネアのパンチが当たる距離それが出した注意をしようと、はい、そんな指示ですね。ここはその左リストショットではあります。そうですね、右ストレートとただ井上選手相手にそれができるかどうかは分からないですけど、そしてその後の潰しかけうまく作ってるんで、はい、井上選手だけ当てれるんですよ ね、 ありますね。右前に出てくるところ今度は逆に右のストレートです。もう一回右今度は左しかし過ぎてますよね。井上直弥ですか。いや、ドネアですね、はい、柔らかく使って、少しずつ日本のモンスターが削り始めてきてるんでしょうか。残り10秒を通してなったところで、さっきのインターバルで、回復できたので、はい、まあすごいトレーニングランニングしたり足腰のトレーニングをしてきてるんだなとは思いますね、まあ、そのあたりますけど、はい、右の目をカッと右のストレート相当だいぶ楽になると思います。あ、そういうものですか。やっぱ集中っていうのはいいんですけど、ドネアにこうリズムを出させないようにしなくとしたらこのラウンドの後半にポーズを増やすかもしれないんですけど、井上は時にこの左のジャブを鋭く刺してきますが、井上選手はそれ得意パターンの一つでもあるんですけど、左から右のストレートワンツーです。井上直弥左を刺してそこに右のボディはドネア、そこに右のカウンターフック左の差し合いになった。いいですよね、このジャブすごいこう、いや楽しんでると思いますね。左ストレートロープ際に追いついて左フックだ井上直弥。さあこれから第8ラウンドを迎えます。リングサイド村田さん、はい、ここからの勝敗のポイントは両者どこにあると気にはかかってるんですね、あとやっぱりいつもの左フックのボディが出るんですよね。左ジャブ出るんですけど、はい、左フックのですね、はい、それで高い9個目の高いできるのがいっぱいあったはずなのに、はい、ジャブの差し合いにもなってるの、はい、井上選手のこの下半身、あー危ない危ない、あのアッパーもうまいですからね、無駄に出せないんですよ、そのあたりの強敗ってそういうところでしょうね、左フックはこの力が入らないのかもしれないし、調整そのものが万全だと、万全の仕上がりを見せてきた両者、まあ、最近はねこの長いラウンドやってないの、はい、今度は右のボディ、右のフックも返してきました。ドネア右のボディ、左のフック返してきた、始めています。右のカウンター、いいの当ててるんですけど、ジャブを出せるタイミングを作ろうという話をしていたところにもう一度もらったんですかね、はい、右のフック返していく。ドネアも左フック、切れましたね、試合の序盤で同じ箇所からの出血かと思われますので、この流血が激しくなると第8ラウンド左のボディを伸ばした後ジャブは上に持っていきました。胸受けた傷ですので、そうですね、これが致命傷になると井上は苦しくなります。そしてこのラウンドは長谷川さん止まっていたんで、はい、まあ気にすることはなかったんですけど、再び出て、まあ、少し気にして、はい、動きに影響は、出血直後は右のガードをやはり高くしてその傷を守るようなディフェンススタイルを取ってきては、いてはレジェンドドネア左フックを返していった。井上抱いていました、あ左を差し込まれてきた、そして右のストレート打ち込まれてきた、一瞬ひるんだ井上、井上膝が落ちた、ここまでだ、しのがないとダメです。まだ残りは1分半ある。右のストレートを回してくる、来い来いという井上直弥、落ちかけるシーンがお互いに1つずつ組み込んできて、右のストレート3つということになります。まあ、ポイントを長谷川さん、どちらがどう取っているかというのは大きな、そうですね、まあ、ジャッジがどう見てるかっていうのもあると思いますね、はい、見方によって大きく変わってくるとは思うんですけど、山中さんはどう見ますか、ここが勝ちになりますから、
左を返し込まれるシーンもあった井上尚弥。森に行くようなボクサーではないんで、ね、はい、今みたいに適応力、そう話をしていたのはノリトドネア。自分のキャリアの中で気づいていたが引き出し、それをいつどのタイミングで開けるか、その能力が自分の最大の武器だったから。左ボリューム井上尚弥、まだ30秒あります。これが5階級制覇レジェンドのガンドを左をもらった。パンチが当たる距離になります。右から左、これは軽いパンチ。そして今度はボディ展開に持っていけたら今の選手としてはだいぶ戦いやすい。1ラウンドに入ります。もともとこの戦いはこう、やはり何かトラブルがあったんでしょうね。変化を求めたいんですかね。右のストレート、それを下がりました。ダッシュを返していった。井上、右の左、井上が拳の力、ドネアもしかし左を差し返してきて、今度は右のアッパーが下がります。大変な行動です。右のアッパーはこれは空振った。ドネアももう埼玉スーパーオール、右のストレートはこれは空を切った。ドネアのパンチを握ります。井上尚弥ラストラウンドです。ドネア抜ければ一定差です。井上も不要意に LBS 1年をかけて、さあ残り1分、ここでまたスタバ走るか。先ほどダウンを奪ったのは井上の左ボディ、これは右のショートが入りました。顔面です。持ってきました。上からスタート、ストレートしてくる。ドネア左を刺す。井上誘い込むか、クロスをかけた。最後の戦い、ここで試合終了のゴングが鳴り響きました。いやすごい試合でしたね。井上の強さを目の前にして自分にもこれまで何かのようなワクワク感を感じているというふうに話をしていたのはノリとドネア。互いに最大限のリスペクトを、そうですね、持っている者同士の戦いでもありました。 Still undefeated Naoya、 判定の結果は井上大差をつけたジャッジもいましたが、一人は1ポイント差。そうですね、まあ、非常に井上選手とすると厳しい試合でしたよね。 The Becky ButcherTV. Please subscribe at my YouTube channel.